ハイフロフィッシュを申します。実況パワフルプロ野球2014やっていきたいと思います。まだね1年目なんですけど、このゲーム何年くらいやったら公式戦になんか勝てるようになるのかなっていうかねえなんとりあえず練習試合して、うちの評判が弱小なんで、そうですね、勝ったことある、両方多分勝ったことあるよね。設楽実業は確かやったぞ。問題はない。試合すると能力もだいぶ上がるんでね、ちょうどいいイベントがあるね。でもこの館内モード何年くらいやったら、ね、強くなるんでしょうっていう。夏の甲子園に出られるようになるにはいつなんだろうな。でも我が校の評判っていうのがあるんですけど、あれが高いと新入生のね能力がちょっと高いみたいなんで、弱小のまんまじゃダメですよね。根岸騎士の鐘、打率で決めようか。こんなんね、うちとやったら、ギリギリ勝てるようなとこなんで、いけるでしょう。合宿前にね、ちょっと能力上げていこうと。そうだね。よっしゃーす。あ、D なんだ。なんか強くなった。1回裏の攻撃。そうですね。盗塁？流し打ちで。別に負けても、でも評判とかあるよね。当たりは良かったのにな。うちの評判のために勝ってほしいですね。つか弾道良すぎるけど、ダメか。今取られたよね。くそー、取り返すぞ。ファイト、流し打ち。うわー、いい球。絶対ストライクだよ。勝てんのかな。1塁ね。でも2アウトっていうとこかな。いい。みんな頑張るんだ。走れ。1点取っとこうね。そっか、俺の指示でか。ラッキーボーイ。転がせ。よしよし。マジか。残念、惜しかったな。ツーアウト一塁と。ホームランを打てばいいんだね。弱い。何気に強いな。よし。そうだね、ここはくせ者のヒットエンドロン。ダメか。やばい。岸野頼む。超いい。
あ、行くの行くの、よしよしよし、あまり足速くないんだからな。おうち、うん、お祭り男。マジか。よし、無理だね。無理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 、もう無理もう無理。もうもうむちゃくちゃ投げろ。速球で。打たせて取れるわけないよな。おお、よく守りきったな、こいつら逆に言ってんで。なんでよく守れたな。よし、あ、おーしょしょ、あ、よし、チェンジで9回裏。あー、ここで取り返せばいいんだよな。いいね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 、ここはまあ安定的なやり方で、よし、あざーす、頑張れー。ああいけるいけるいける、よし満塁。あ、犠牲フライ。どうしたいって。あ、待って待って。あ、まずいもんないぞ。あえて全員がエラーをしやすくなりますと。おお、流し打て。決めていけ。疲れとんのかな。やった、1点取った。変わったね、そして。うわぁ。取れるね、取れるわけないだろ。よし。よし。お、よし。うーい。勝ったね。いや、まさかの逆転勝利。よかった、よかったわ。これで我が校の評判も上がって、このまま試合をせずに入学式を迎えればね。まだまだ中盤くらいの選手が入ってくんじゃないかな。勝利。まさかだな。やった、勝ちましたね。おー、で、どう上がる、そう上がるか。まあいいだろう。評判が上がったようだ。大津はマネージャーに褒められて超ノリノリになった。超ノリノリになると特訓パネルで成功しやすくなります。また青パネルに止まった時の効果もちょっぴり高くなります。ほう、それはいいね。止まるか進むかな。大内は2年の金のマッサージ、はいはいはい。お、契約更新シーズン。大型選手の移籍などストーブリーグも大いに盛り上がりそうだ。
へえ。監督、今日から合宿です。頑張りましょうね。遠球リリース。さよなら男、満塁男、粘り打ち、固め打ちなどなど。粘り打ちになったと。お、キャッチャー2、怪我しにくさ。お、調子安定が逆境にチャンス。はい、ピンチもあった。ん、チャンス C になった。あー、これだな、最後は。お、満塁男、流し打ち、固め打ち、満塁男。お、大内の元に親から手紙が送られてきた。大内は故郷のことを思い出しホームシックになった。え、お前一人暮らししてんの。わーわーわー。監督、合宿が終了しました。みんな一回り大きくなった感じです。今日からいつもの練習に戻ります。心機一転頑張りましょうね。もうすぐ冬休み、みんなウキウキしている。残念だ、毎日毎日練習はあるぞ。あ、グラウンドのレベルが下がった。練習後に休みね。あと少し。マネージャーユニフォームの洗濯をしている。落ちにくいところは手洗いだ。もう練習効率が少し上がったと。大内がみんなを盛り上げているようだ。お、テンションが上がった。バント練習。お、励ますがある。松野を励ました。元気になったようだ。ホームシックの子はいいのかい。知らないけど、熱い男の徳永が自分の野球道具を熱心に磨いている。他のみんなも影響を受け、自分の野球道具を磨き出したと。お、今日はクリスマス。街は恋人たちでいっぱいだ。監督、今日から冬休みに入ります。寒い冬にどれだけ頑張るかが勝負ですね。あ、25日から冬休みなんだ。珍しい。そんなもん、学生からね、ちょっと反乱が起きるよ。イブはどうすればいいんですかって。お、もうじきだね。徳永の熱血指導が周りに好影響を与えているようだ。まあ、1でいくかな。ん、肩ね。嫉妬の。よくテンション上がるな。22でいくか。今日は大晦日、1年の締めくくりの日だ。2014年の公式戦は3勝2敗2分か、3勝2分引き分けだった。0引き分け。来年こそは甲子園大会出場を目指せるチームに。ちょっと来年は無理かな。4年後、4年後。
2015年ハッピーニューイヤーと。そうですね。請求、あ、これいいんじゃない、もうこいつ。どうしようね。いいんじゃないの。まあ、変化球磨く前に速度上げようか。この、なんて言うんだろうな、矢印の向きは、その角度だよね。角度の場合何？変化球を磨くでいいのかな？じゃあまあまだいいか。で、君ミート、いいね。いい。いいね。パワー。まあ1年、そうだ、君走力あるよ。まあ今2年の子は3年になるんで、まあ視力になるんでね。そこら辺きちんとしていかないと。確かこいつはいいな、ミート。お前らの全員一気にホームラン打てば走らなくていいわけだからね。まあでもエラー的なとこもあるか。ミートで、ね、これ守備あんまりなんか生かされてないと思うんだよね。こんな感じでいいでしょう。素振り中心に練習を行った。マンツーマンで特別練習。ハッピーニューイヤー、2015年になった。今年は一体どんな年になるかな。まあちょっと来年のことなんで分かんないですよね。架空の年だよな、もう。まあ、2015年もね、家にこもってゲーム実況しているでしょう。ん、今日で冬休みも終わりですね。短くない？ 25 日に始まって、1月7日に終わるんでしょ？ 2 週間くらいしかないよ。2週間もないか。3学期がスタートしたと。まあ、ちょっとまあ2月までやりましょうかな。スカウトが来ています。内気な沼田くんはうまくアピールできるでしょうかと。うまくアピールできたようだ。へぇ。練習指示はまだいいでしょう。今日は成人の日。全国各地で成人式が行われた。どうでもいい。スケジュール見直しね。考えろ、これ止まってから考えよう。金用事、まあ、特別練習みたいな。こっちか。でもホームラン1本打っちゃった。ホームラン案外打てるもんなんだな、お前ら。春男ムードヘッドスライディングとかどうよ。お、岸野は見事にものにしたようだ。初めてできた。ウィーよし。監督、部屋を掃除していたらこんなものを見つけました。あ、またさっき使ったばっかりだぜ。ミート、パワー、そう。秋のキャプテンが数人を引き連れ目の前に現れた。肩もみやマッサージをしてくれ帰っていった。一体何だったんだろうか。今、信頼度は大事ですよね。君、内気な秋野くんじゃないのかい。
ん、スカウトのおっさんや。今日は春の甲子園大会の出場校が決まる日です。でも結果からすると選ばれる可能性は皆無ですね。さっ、気にせず練習しましょう。言うなよ。近くの球場で他校の試合を観戦した。3、3、5、3、3かな。みんなヘトヘトでだいぶ疲れています。そろそろ休ませてあげた方が。おお。お、シュート覚えた。監督、今日私とっても気分がいいです。何かしてほしいことってありますか？まあ練習機材の手入れはどうでしょうかな。プロ野球チームのスカウトがやってきた。真面目に練習しているところをバッチリチェックしてもらった。選手全員のスカウト評価が上がったと。秋野くんはどうだい？謎の秋野くん推しね。なんてこと。進路相談はダメだな。お、2月。そう、これですね。あれ？そうですね。まあ、そのまま上げていこう。まあ、足若干速くなってますね。こいつまあまあいいでしょう。ミートに変えよう。ミート OK。パワー低いな。こいつも十分でしょ。パワー上げよう。パワー。いや、ミート。違う違う。で、ミート、ミート、ミート。OK。じゃあ、まあ今回ここまでにしたいと思います。じゃあ次回は入学式くらいまでやりましょうかね。